Nishimura! まあ、ポテスさん、はい、何度もお話はお伺いしてるんですが、そのヘッドロックで十分にギブアップ取れるわけですから、はい、肩にはまる変えな力がすごい人ですね、これで決めちゃいますからね。そうですよね、ポテスさん、この三冠のベルトにチャレンジする。さあ倒立をして、綺麗な倒立、ゆっくりと降りていって、そして相手の足の上に膝を乗せていく。自然に間が離れるわけです。なんだなんだ、これは首四の字になってますよね。首四の字がため、首四の字がため、あーリングの中央ポジションがいい。バックに回って腕をロックして、この体勢は、あー来た、ジャパニーズネッククラッチ。さあ西村の腕を取った、忘れて、これは西村が柔軟な体をくるっと入れ替えまして、この難が逃れました。そして逆、アルゴッチのエッセンスも入っています、この西村治。今度は締め上げていく、まあ、クロスフェイスの形になってますね。どうする、スワマー担ぎ上げて、さあ強引にスワマーバッケリ、スワマーバッケリ2、カウント2、カウント2です。取り意識は大きく、こう描くんです。嬉しいな、まだロックしている、あーキーロック、腕ひしぎからキーロック、切り替えてまいりました。志賀がどう攻めるか、おっと、もう一度エンズイン、ロープに送る、自分が今まで積んできたキャリアというものを出してますよね。西村のエルボースマッシュ、難しいですね、はい、ダニーフッチのところ、タタロンがセコンドについています。エルボースマッシュ、1点の打撃と、そして西村のグラウンド、こんな形で見てるんじゃないかな気がするんですが、私はいいですね、クリーンヒット、もう2発打っていく、これを冷まさせるかのような、ロープに振った、足を取るカニバサミ、さあそしてリバースのインディアンデスロック、これはきつい、場外線での膝、さあそして弓矢がため、何をやってもいいんだろうというその論理、しかしここでグラウンドカブラに待っていく、グラウンドカブラでカウント2、ベッテンのこの反則球に少しイエローカードを出しそうになりましたが、ここは公平なジャッジ、あーそしてこのベッテンの鎌固め、山崎上へ向けて、おっとバックに着地した、そのままジャバーラブレッツ、まあ、小手さん、ちょっとの中村がね、いいところ見られません、あーっとニュートラップ行った、キックだ、しっかりと見ていた、さあさらにはスプリングパワーホールド、ドリーファンスジュニア以来の使い手は、ラリアットかわした、
最近はそういう選手あんまりいなくなりましたよね。そうですね、選手というのはね、選手は優しいですね。さあ今度は四の字固め、いい形ですね。気合が入った、上げた、しかしスルーして、あー来た、ここがツイスト、西村ここがツイスト、いくチャン